はい、皆さんこんにちは。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日は丹波のね、北岡渓谷の森というところに来ました。ちょっとね、滝があるみたいなんで渓谷と滝を見に来ました。まあね、駐車場もまあ広いストーやし、まあお金が取られるんかどうかは知らんけど、下のキャンプ場に突っ込んだら多分お金取られるはずなんでね、まあここはいいんじゃないかと思いますけどね。別に誰もいないしね。はい、まあまたちょっと状況が違ったらまた教えてくださいね。これにちょっと行ってみたいね。なんかキャンプ場、オスだけメスだけ、釣り橋、歩道橋ね。ほんで今ここでキャンプ場がそこか。キャンプ場もやりたいんやけど、メンタキか。メンタキとオンタキがあるな。もう展望はちょっと行きませんけどね。ここちょっと写真撮っておいて、前から赤だね。それではちょっと進んでみましょうね。こんな感じの滝らしいです。はい。何これ、滑り台になってんの？面白いな、これ。子供は滑り台で降りて、ここ近くでちょっと危ないの。足踏み外したからね。はい、では行ってみます。はい。まあ、ここら辺がキャンプ場みたいですけどね。まあ、ちょっと見た感じ。上の段にもなんかありそうやけど、ね、ちょっと上の段まで上がるはあれやから、ここで勘弁してください。これ10度10度、この辺晴れるようになってるからね。ちょっと上から今雨みたいなのね。さっき雨降ったからね、なんか水しぶきがね、水蒸気がバーッと上がってきて、道からね。じゃあ、あそこ水場みたいになってるな。ここはトイレや。ね。手洗いあるし。野生動物が出るのでね。してください。じゃあ、そこになんか道しるべがあるな。いい。ここはなんかみんなでくつろげるところじゃないですか。で、洗い物される場合、一緒に排水するとあかんから。ね。燃えるゴミと一緒で処分してくださいね。はい。晴れとんのになんか雨よ、そうかな。行きにくいね。200メートルで、メンタキーね。向こうは何でしょうね。なんか書いてあるな。なんとか広場って書いてあるな。なんか山の中に入っていく展望広場やね、向こう。展望はいいですわ。はい、ではこの道を歩いていきまーす。ここで組み合わせた向こうの駐車場これだ。でも先のとこ歩いてきた方がいいな。井の丘渓谷っていうのかな。山の神、200メートル。あ、水きれいわ。やっぱりね。あー、で、はい、ちょっとこんな橋渡ってね、こちらもね、すごい綺麗ですね。水の音聞いてるだけだと体に良さそうやよね。マイナスっていうのもそれ清流綺麗じゃないですかね。
サワガニちゃんもいますよ。見えますか？サワガニちゃん。よし。ね。隠れちゃいましたけど、サワガニちゃんもいてますので、よく探してみてください。はい、なんか鳥みたいな鳥なのね。コケムシかね、いわ。ガッとしとったらね、サワガニちゃん踏みつけそう。よし、こっち。なんかね、縁の行者さんみたいな。ここは魚おるな、うん、風みたいな魚おるな。まあ魚が住める程度の水の汚れ、水の清さという感じだね。よし。まあ確かに本線にはちょっとよどんどるね。あそこなんかなかなか勢いのある滝ですからね。ちょっと水がある、ああ気持ちがいいね。よいしょ。ああちょっとしんどいね。よいしょ、よいしょ。ゆっくりちゃんとしんどいね。よし、よし、はあ、あ切り立った崖の間に道が、岩の間。はい、白龍の滝ですね。なんか伝説がいろいろある舞台で紹介したいですけど、興味のある人ゆっくり読んでくださいね。動画止めて読んでください。はい、ちょっとね、このね、さっきの道から降りてくるこの道、雨が降ったと滑りませんけど、ね、俺ちょっと滑りかけましたね。注意しよう。はい、すごいね、滑りだけど、しばらく見てください。
よし、滑るからね。これが限界ですね。よっしゃ。はい、こっちにちょっとね、山の神様というのもありましたね。あれが多分そうです。まあちょっとね、それはご遠慮して、ちょっとお酢だけ飲んでいきますね。はい。はい。ようやく白龍お酢だけに着きました。ちょっとぬかるんでるから注意しないと。清水が湧いとるからね。よし。よし、下に流れた。はい。ああ、なるほどね。あれはすごいな。心なしかちょっと水が濁ってますね。よし、濁れるか。ちょっと怖いね。カメラ直してから上がるか。はい、お芝居。そんな感じでね、本日もご視聴くださりありがとうございました。
白龍のメスだけとオスだけ来ました。めちゃめちゃ足が悪いんでね、ちょっとね、そら雷になってるのと早く帰らないとね、土砂降りになると思いますので、まあ、今日は一緒ですね。ただよろしければ高評価でね、なんかチャンネル登録よろしければお願いしたいと思います。では本日もご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。